Welcome back to Dinosaur Is Not. Today we'll be finishing off Jin with Shimashou. Yeah, pardon me if I don't know how to pronounce their Chinese names correctly. Shibashijou ten da. Ma, tekitou ni yaru wa. Now then, let's get it on.劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられるとこれに応じた。すべては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ、国力を蓄えていた。来る五色との戦いに万全の体制で臨むために。芝生、あざ名は四条。芝居の次男で芝氏の弟である。彼ら兄弟が世に登場した頃、魏は危機を迎えていた。魏帝宗妃の死を受け、五色が同時に攻めてきたのである。芝生は父や兄と共に迎撃準備を整えていた。How curious. Shoku が攻めてきたというのに、随分と気楽そうだな。父上も兄上もいるんだから、俺がやることなんて残ってないですって。けど、Shoku の奴らも頑張りますよね。あんな断崖絶壁を通って攻めてくるなんて。食感を起こした劉備は自らを官室の正当な後継と主張し、帝を合した。葬儀を滅ぼすことは奴らの国是だ。宗妃殿もまた新たな時代のため五色を滅ぼすと思い定めておられた。お互い戦は避けて通れぬ道なのだ。宗妃殿ねえ、まだお若かったのにどうして有能な方ほど短命でいらっしゃるのか。ああ、あまりに早すぎる。故に我ら魏軍は今宗妃殿の旧姓で激しく動揺している。対して蜀はこの機を待ち続けていたはずだ。士気も高く、そこに諸葛亮の希望が加われば一気に洛陽まで抜かれる可能性もある。当然呉も連動して攻めてくるんでしょうね。そうなると慶州からも兵を避けないか。めんどくさいことになりそうだ。ぼやいている暇はないぞ将。私たちもすぐに出陣せねば。
But first off, as usual, I'm gonna make the ultimate weapon for Yuzhou.毎度どうも。見ちゃったんです、芝生様が果汁様と大元気様に絞られているのを。そしてそれを微笑んで見守る超春夏様を。はあ、息子の教育は人に任せるのが一番、そんな声が聞こえたような気がします。そこに愛はきっとあるんでしょうね。Okay.